はい、皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日はね、ある店で限定メニューが出てるみたいなんで、それを食べながらちょい飲みしようかなと思ってますよ。今日行く店はこちらです。はい、松屋さんです。では参りましょう。松屋天ヶ崎塩江店。瓶ビール490円。乾杯。昼から飲むビールはやっぱりうまい。富士山豆腐の本格麻婆420円。松屋でこんな本格的な麻婆豆腐が食べれるのは嬉しい。本格的な麻婆豆腐はビールのおつまみとして最高である。麻婆ソースが本格的なしびれる辛さで実にうまい。そしてこの自社工場製の豆腐が滑らかな感じで最高にうまい。ビールに合う。このしびれる辛さが癖になる。ビールが止まらない。ビールが進むくん。牛めし屋で本格的中華を食べるのも悪くない。これは飽きないおつまみだ。幸せな午後である。ビールがこれで終わりだ。ビール終了。2本目の瓶ビール490円。これが現在販売中の店舗限定メニュー。このメニューを販売しているのは全国で58店舗しかない。評判が良ければいずれ全店販売になると思う。あんかけ卵牛めし並み550円。このメニューは牛めしの上にふわとろな卵あんかけとネギが乗った比較的シンプルな牛めしである。だが
牛肉と卵あんかけの相性が抜群でびっくりするほどうまい。これは全店販売間違いなしという感じだ。ビールともよく合う。この卵のふわふわ食感がたまらん。ビールのおつまみとして最高である。味噌汁がついているのも嬉しい。味噌汁があるとほっとする。この限定メニューうますぎるので定番メニューにしてほしい。ビールがどんどん消えていく。半分食べたら麻婆豆腐をのせる。これでピリ辛になってうまいはず。こういうアレンジが楽しい。麻婆豆腐と卵あんかけと牛肉の融合した味わいが実にうまい。最高のビールのおつまみである。このアレンジびっくりするほどうまいので、ぜひお試しください。これでビールも最後だ。この限定メニュー本当にうまい。これで終了。美味しかった。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。はい、というわけでちょい飲みしてきましたよ。めっちゃ美味しかった。この後ろにあるこれ、限定販売やけど、まあもうちょっとしたら多分全国販売になると思うよ。ということで、それとね、あの麻婆豆腐本格的なやつめっちゃうまかった。そして最後これとミックスしたやつもう絶品。あのこれが全国販売したらちょっとやってみてという感じで、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念。また次回も見てね。ヨロプー。